ヒックレンズのソシャックメンです。今ねドキドキリテラチャークラブの続きをやろうと思ったんだけど、この前回のねモニカの手紙が出て、なんとゲームが起動しないという。こっからちょっとね、また他のルートがまだできてないんで、いろいろフォルダーのなんかデータをいじって戻していく感じになるのか。ゲームフォルダの中のファーストランっていうやつを消せば初期状態に戻せますっていうのはゲームのマニュアルに書いてるんで、これを消して、よし、じゃあこれで以前のデータを消してしまおう。セーブデータを削除しています。よし、じゃあ元に戻ったんで、もう一回ね最初からやっていきたいと思います。でこれ多分基本的に同じ感じになるんで、今回ね前回ちょっと見ることができてない例えばユリのルートとか、あとサヨリのルートとかも多分見れてないと思うんで、それをちょっとね見ていく感じにしたいと思います。なんでちょっとこの辺結構スキップしていく感じでいこうか。さあここまで来たね。じゃあ詩を書こうっていうことで、もう この辺はね完全にね、もうギャルゲー、あーこのギャルゲーはこういう感じで選択肢の代わりに日記なんだなぐらいだったんだけどね。前回ね夏木を狙ってたんで、いやー今回はヤンデレのねユリをね、もうヤンデレって分かってる時点でちょっと選ぶのちょっと怖いけど、ユリちゃんをちょっと選んでいきたいな。ユリちゃんはなんか怖い系の選択肢を選ぶと大丈夫だよね。うん、これ一番簡単だね。永遠で、苦痛かな。あ違った、やべ苦痛でこっちなんだ。そうだそうだそうだよ、この子はあれ見たくないかな。ちょっとどんどん怖い選択肢ってわけじゃないのかな。これだったらどうだ、愚かとか、いや違う違う、こいつだった。あ、やばい。エントロピー、そう、ゆりちゃん。で、そうだなー、分析とか。うん。そうか、ちょっとインテリジェントで、うつ病だとこっちになるのでね。ほら、いいね。で、これは、これ爆発。で、これも欲望か汚染だな、ちょっと欲望、多いね。で、恐怖かな。あー、恐怖だった。いかん。ちょっと、こっちに向かってってる。こっち向かってたら、バッドエンドしかないからな。記憶かな。あー、ダメだ。いや、まあ、ダメだっていうか、まあ、この子も見てないからいいんだけどね。なかなかうまくいかないな。捕虜。いいぞ、捕虜。これは、これ、フンヌ。で、無限かな。お、いいぞ。今のところ、多分、ゆりちゃんが僅差で勝ってるはずなんで、虐殺。そうだね、やっぱ虐殺とかね、地獄とかさ。そう、地獄、霊気とか、執着だね。うん、執着めっちゃ喜んでるでしょ。もう執着するのはデボなんだね、きっと。で、傷つけるでしょ。あ、だから傷つけとっちゃった。やばい。結構難しいな。難しい。法要かな。法要だとこっちになりそうな気もしないでもないけど。白チームかな。あ、ダメだ。やばい、今どっちが勝ってる。どっちが勝ってるっていうのは変だけど。ちょっと待って、不幸。あーこれ多分これは幼なじみルートかもしれんな。まあいっか。ソシャックメン君今日も来たのね。すっぽかされなくてよかったわ。あはファサ、そんな心配するなってって感じでちょっと進んでいこう。おユリが来たね。約束を守っていただいてありがとうございます。ソシャックメンさん、あなたに気苦労を負わせていないという意味なんですか。やっぱゆりちゃんが一番可愛いよね、見た目は。で、ここで誰が来るかだよね。前回はここで夏希がね、来てたんだよね。なんか夏希来そうじゃない。でもこの夏希に注目しだしてるしさ。あ、来た。この機会にゆりとももう少し話をしてみたいが、読書の邪魔をしては悪いとも思う。ゆりが本読んでいる本の表紙をちらっと見てみる。俺に貸してくれた本と同じもののようだ。すげえな、同じ本2冊持ってんの。めっちゃいい子じゃん。ま、それにまだ最初の数ページしか読んでいないようだ。あ、やべ、見てたのがバレたか。乳袋にめっちゃ注目してたからな。で、彼女がまたちらっとこちらを見たし、一瞬目が合う。それによってユリは顔をさらに本の方へと隠してしまった。悪い、ぼーっとしてて、かっこ嘘だけど、気まずくさせてしまったかと思いつぶやいた。いえ大丈夫です、私もちゃんと集中して読んでいたらきっと気づきませんでしたから。でも軽く読み返してるだけなので。ああ、やっぱ全部読んだんだ。それって俺に貸してくれた本だよな。はい、少し読み直してみたくなりまして。特に理由はありませんが。気になったんだが、なんで同じ本を2冊持ってたんだ。そうだよね。あ、それは昨日本屋へ寄った時。そうではなくて。あ、わざわざ買ってくれたの。た
たまたま2冊買ってあったんです。うーん、そっか、鈍いのがデフォだからね、この主人公。おそらくユリは何かを隠そうとしていたが、あまり気にしないことにした。近いうちに俺も読み始めるよ。よかったです。一度読み始めたら止まらなくなるかもしれませんよ。へー、とても魅力的で共感できるお話ですから。めっちゃここだけ見たら楽しそうだよね。そうなのか、どういう話なんだ。あー、それ聞いちゃう。そうですね、でもこれはまだ序盤だから、いきなりあの目玉とか出ないから大丈夫だぞ。俺は本の表紙に目をやる。本のタイトルはマルコフの肖像だ。このね、マルコフの肖像っていう本がやばいよね。表紙にはまがまがしい雰囲気の目のシンボルがある。はい、大丈夫です。うっかりネタバレしてしまわないよう考えをまとめてしまいました。あ、まとめていましたか。簡単に説明すると、生き別れだった妹と同居するようになった女子高生のお話なのですが、その生活を始めてからおかしなことが起き始めるんです。人体実験の監獄から逃亡した人々に命を狙われるようになって、命が危機に瀕すると誰を信用するかの選択に迫られるんです。すごくない？これなんかやっぱこれ2週目とか前回やってた時にね、これのもっと詳細を言ってたよね、ゆりちゃんね。そのせいでどうあがいても人間関係の大半を壊すことになって、そこから人生がめちゃくちゃになっていくんです。このゲームのことを言ってるようにも聞こえるよね。それってなんだか暗くないか。ゆりの語り口からして良い話になると思ったから、その暗い展開はあまりに突然すぎた。ふふふ。ゆりは突然クスクスと静かに笑い出した。ソシャックメンさんはこういった話は好きではありませんでしたか。いや、そうじゃなくて、そういう話でも楽しめるから大丈夫だ。それだと良いのですが。そうだった、ゆりにそういう趣味があったのを忘れてた。そんなそういう趣味があったっていうほど話してたっけ。まあいいか。外はおとなしく控えめそうなのに、心の中は全く違うようだ。ただこういったお話っていつもとは違う変わった視点から世界を見るという挑戦を投げかけてくるんです。ひどい出来事が起こるのは誰かが悪になるからではなく、人それぞれの人生観や正義があるからだと。ああ、なるほど。そして主人公に共感していた読者は、悪いのは悪党ではなく一方的な正義感に駆られて行動していた主人公なのではと考えさせられるんです。わあ、これめたいな。これもう1週目やってるから、もうネタバレ前提で今やってるけど、完全にこれモニカを消した前回のソチャック面のと重なる部分があるな。私ったら長々とまたやってしまいました。すみません。そう謝るなよ、話に飽きてたわけじゃないから。それならいいんですけど、でもこれは伝えておいた方が良いかもしれません。本や文芸のことで頭がいっぱいになると周りに配慮することを忘れてしまうんです。なので少しでも変なことを言ったらごめんなさい。あと喋りすぎていたら遠慮なく止めてください。それは心配する必要はないんじゃないか。それって読書がすごく好きだってことだろ。まあオタク特有の早口みたいな感じなら、俺がせめてできることは聞くことだ。それにここは文芸部なんだし。あ、それは言われてみればそうですね。っていうか、なんなら俺も今読み始めようかな。強制はしませんから。はは、何を言ってるんだよ。読み始めると聞いてよかったってついさっき言ってたじゃないか。ちょっとあの本取ってくるな。俺はカバンにしまってあった本をすぐに回収した。回収。よし、ここに座っても構わないか。俺はユリの隣の席に座った。あ、はい。本当にいいのか？なんだか不安そうだが。それは、ごめんなさい。嫌だというわけではないんです。こういったことに慣れていなくて。誰かのそばで読書をすることに。そうか。気が散るようなら遠慮なく言ってくれ。わかりました。俺は本を開けてプロローグを読み始める。あ、これあれじゃない、接近するやつか。しばらく読み始めてからユリの言っていたことが分かった。こうやってすぐそばで読書をしていると肩越しに彼女の気配を感じる。
だが大して悪いことだとは思わない。若干気にはなるが、なんだか落ち着く気もする。視界の端にユリが見える。ユリは自分の本を見ていないことに俺は気づいた。こっち見てたってことね。俺はユリの方を向く。どうやら自分の本ではなく俺の本を読んでいるようだ。ごめんなさい、私はただ。ユリっていつも謝ってるよな。そうでしょうか。そのつもりは、ごめんなさいではなく、ははは。ほら、こうすればいいんじゃないか。さ、なんかこういう変に大胆なとこあるよね、この主人公ね。俺はこう自分の机をユリの机とくっつくように移動させ、自分の持っていた本を机と机の境目のところに置いた。あ、そうかもしれません。ユリはおぞおぞと自分の本を閉じた。二人で少し前にかがむと肩が触れてしまいそうな距離まで接近した。俺の左手が邪魔になるかと思い、右手に持ち替えて本を開けて押さえた。あ、でもこうするとページがめくりにくいか。でしたら、出た出た。ユリは左手で本の左端を親指と人差し指で支えた。なるほど。俺も右手で本の右側を同じように持つ。こうすることで俺がページをめくれば、反対側に落ちるページをユリが親指の下に滑らせることができる。しかしこの持ちをしたこ、この、この持ち方をしたことで二人の距離はますます近くなった。だいぶ気になってしまうほどに、特に胸の膨らみがな。こういうことばっかり言ってたらあれか、なんか登録解除されちゃうね。視界の端に見えるユリの顔に熱が伝わってきそうだ。あ、顔の熱ね。そろそろ大丈夫ですか。え、ページをめくっていただいても。あ、すまん。もう 本読むことなんてせずに、あれでしょう、もうガン見してたってことでしょう。一瞬気がそれたというか、再度ユリの顔を見るとちょうど目が合ってしまった。この状況、俺はいつまで耐えられるだろうか。あ、気にしないでください。読書にはあまり慣れていないんですよね。めっちゃいい子だよねこれね。めっちゃ見られてたのに。もう少し時間が必要でしたら待ちますが、それくらいしか私にはできませんから。ずっと気長に私には付き合ってくれてますし。ありがとうな。俺たちは読書を再開した。ユリはページをめくるか聞かなくなった。先にユリが読み終わるだろうから、俺が自分のペースでめくるようになったからだ。あ、これあれだね、前回はさ、2週目でこの話だったから途中からなんか怖くなったけど、今回は怖くならないのかな。第1章を静かに読み進める。それでもページ一つめくる動作も親密なものに感じてならない。俺の親指がゆっくりとページを離し、ひらひらと反対側まではためかせ、ユリの親指はそれを指元で押さえる。なあユリ、変なことを言うかもしれないが、この主人公ってちょっとユリに似てるよな。そうでしょうか。どう似てるんですか。まあこいつの方がいろんな意味で鈍いところはあるが、自分の発言について後からあれこれ考えると、とかもあるだろ。変な風に思われるんじゃないかって。ユリの考えてることが完璧にわかるわけではないが、そういうところがなんだかユリと似てる気がするんだ。そうですか。ああ、ちょっと違うね、やっぱ。ユリはしばらく黙り込む。でも、ソシャックメンさん、それって、似てて全然良くないじゃないですか。そう思われてたと思うと、恥ずかしい。待てよ。悪い意味で言ったんじゃないんだ。すまん。そんなに自分で気にしてるとは知らなくて。ああ、ちょっとやっぱ気にしてたんだ、ユリは。どちらかといえばちょっと可愛いかと、可愛いと思ったんだが、こうやって言っちゃう。突然何を言い出すんですか？私？よしみんな！で、出てきた。ビクッとした。そろそろ詩の見せ合いを始めましょうか。あまり待ってたら時間がなくなっちゃうかもしれないから。モニカ絶対見てたでしょ、今のやりとり。あ、ユリは発言を終えることから解放されて息を吐いた。それでもよかったかしら、ユリ。これ絶対そうだ。なんだかがっかりしてるように見えるけど、あまり乗り気じゃなかったのならごめんなさい。あ、そういうわけでは。大丈夫です。ユリが手を離すと本は俺の親指を挟むようにして閉じた。よし。じゃあ今夜にでも続きを読むかな。それともまた一緒に読めるときまで置いておいた方がいいか。
私はどちらでも構いませんが。それなら今夜少し読み進めておくよ。面白くなってきてから一緒に読んだ方が楽しめるだろう。一理ありますね。それでしたら最初の2章はご自身で読んでいただいて大丈夫です。いやー、こういうのいいよね。なんかこの同じ、なんかここまで読んどいて次回感想を言い合おうみたいな、こんなの一回もやったことないな。わかった、俺は立ち上がった。俺は読み進めた場所を覚えてから本をカバンの中にしまった。うまくつながってんだねこれ。ところで昨晩ちゃんと忘れずに詩を書いてきたかしら。あ、身が引き締まる引き締まるとまた間違えた。漢字読めない説あるね。